町の外で変わった生き物を見た。不思議だな。あれは侵食された空間、劣界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、カンパ以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣奏者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣奏者たちはあの方の呼びかけに応じベロブルグを築き上げ、天災と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣奏者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を率い、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣奏者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。お偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。ええ、もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？そうかしこまらなくていい。大守護者様は細々とした礼儀作法を気になさるお方ではない。まして君たちはよそ者だ。ベロブルグの作法を知らずともおかしくはないだろう。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。このような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。使者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、
いいえ、天外より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。喧騒者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、喧騒者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。その言い方、分かりづらいよ。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は薬剤を意味する。これまでの旅で性格に侵された星を数多く見てきました。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。だから反物質レギオンはいつも性格と同時に現れるの。性格が埋め込まれた世界には裂解が出現するし、寒波だって性格があんたたちの星に適応して作り出した災いに間違いない。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、それとあなた方と一体何の関係があるのかしら。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。すごいよ。あなた方にはその性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、
あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星、可能な限りの援助を行い性格の探索に協力しよう。さあ今日はもう遅い、あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午再び使者を送りあなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない、方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。お城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。ああかっこよかったな。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思うが、あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。氷像の形変わってるね。この町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか、この町って結構暖かいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみない？まずは自己紹介を。
私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラギア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん、一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください、こちらが常冬の日です。偉大なる剣走者を記念するために建てられました。剣走者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣走者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣走者たちの精神を象徴しています。素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。剣走者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。つまり剣走者はベロブルグの礎であり救世主でもあります。そして今に至ってもなお彼らはこの町を管理しておられるのです。その質問は研究部の専門家たちにした方がいいですね。彼らも正確な回答は用意できないと思いますが、寒波はただの自然災害ではないようです。100年前の気象記録でもその発生原因は説明できませんでした。要するにベロブルグの科学者たちを何世紀も悩ませた難題ということですね。子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。時間ならたくさんありますので。これは知る人ぞ知る問題だ。からくり工房パーペチュアル到着。
あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。ジェ、見たかったのに。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで金付きが家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたらこの街の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな金付きで防げるものではない。壊れた金付き相手に結構しゃべるじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの金付きに興味が湧いただけで。金付きに興味？普通の地髄暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさ、金付きのことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な地髄暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで全部地髄がエネルギーを供給してるんだ。地髄はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど。
ったく、こんなこと言ってどうすんだか。独り言だと思ってくれていいから。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば、加熱器は鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ、流されやすいにも程があるでしょう。冗談だって、真に受けないでよ。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。カラクリ工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。場所にあるなんて。このまま放っておけば、近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ。これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部中に。まだ何も。烈海が町を侵食している。喧騒者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメン以外立ち入り禁止だ。
列海の侵食が町中まで広がってるなんて、あの路地通りで兵士だらけなわけだ。不可能だろう。性格が活性化している限り侵食は拡大する一方だ。兵士でも一時的に列海のモンスターを排除することはできるが、モンスターは絶えず増殖し続ける。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路は今非常に危険な状態なんです。これもあなたの身の安全のためですから。資産証明書をなくしたら死んだも同然だろう。どけ、入らせてくれ。下がれ。封鎖エリアはシルバーメイン以外立ち入り禁止だ。今のところは大丈夫です。ここは侵食されたばかりでまだモンスターも多くありませんから、どうかシルバーメインを信じてください。主力部隊が前線に出てさえいなければこの程度大したことではないというのに、今の兵力では攻めることすらできない。人々の待ち合わせによく使われていた場所だったんです。現在は封鎖されていますが。クソモンスターどもめ。これが我々のすべきことです。シルバーメインは市民の安全を守ることが使命ですから。責任感を持って職務を全うするのは当然だろ。上にも上の考えがあるはずだ。俺はただ下層部の同胞たちが。やめておけ。下層部のことは守護者様に禁じられているだろう。俺ってやつは本当にせっかちだな。もう何も言わん。少し離れてもらってもいいですか。公務の遂行中なので無駄話をしているところを見られたら困るんです。中に入らせろ。死ぬことなど怖くない。ふかふかのベッドで寝たいよ。うちらの開拓の旅って初日はいつも大変だよね。炭鉱もそう思わない？お前がはしゃぎすぎるからだ。枕投げしない？するでしょ。このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。美月、クリフォト城にいるとき。ストップ。言いたいことなら分かってるって。どうせ美月喋りすぎだとか、美月他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解。だいたいあんたたち二人が回りくどい話ばっかりするからじゃない。
でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし、現地政府の支援まで受けてる。今回の開拓任務も順調に進むと思うんだ。いや、その話じゃなくて。じゃあ何？クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん、うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。おかしい？普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、つまりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。え、何その言い方、急に怖くなってきた。それじゃ炭鉱の目はごまかせないよ。俺の考えすぎか。手を貸すという約束、守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。長い一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。おやすみ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの数日間、大変なことになりそうだからな。じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。
you